ディアンジェロ・タイソンは、ジョージア州サバンナ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のボルチモア・レイブンズに所属している。ポジションは、ディフェンシブ・エンド。高校時代、ジャスティン・ヒューストンとチームメイトだった。3年時には54タックル、9サックの成績を挙げて、USA TODAY より、オール USA に選ばれた。ジョージア大学、テネシー大学、サウスカロライナ大学、 ノースカロライナ州立大学、オーバーアン大学、フロリダ大学からリクルーティングされた彼はジョージア大学へ進学した。ジョージア大学では1年時にサウスイースタン、カンファレンスのフレッシュマンウォールチームに選ばれた。3年時に先発選手となり36タックル、1.5サック、4年時に20タックルを挙げた。2012年の NFL ドラフトを前に スポーツイラストレーテッドからは、ディフェンシブタックルとして22番目に評価を受けた。ドラフトでは7順で、ボルチモア・レイブンズに指名された。11月11日のオークランドレーダーズ戦で、負傷しているハロティナータに代わり先発出場した。ありがとうございます。